君は善と悪を見極めることができるか。そんな、もう、なんで。私は自由になる。それはもしかしたら燃やせるかも。よせ、危険だ。確かに。他のルートを当たってみます。下で合流しましょう。無事でよかった。でも、邪魔はしないでね。あの火事からの生還、そしてその後も耐えることのなかった親の虐待を考えると、ルベンがまだ働いていることは奇跡に近い。仕事に対する彼の動機は恐怖や金、社会的地位から来ているものではない。それはもっと純粋なものだろう。現実を再形成して、また彼女と一緒に暮らせることに心を奪われているように思える。彼が負っている傷は肉体的にも精神的にも深く、亡くなった姉に対する思いは一般的な家族愛を超えている。それが彼のモチベーションになっているのであれば、それはそれで結構なことではあるが。彼を支配しようとしているんだ。止めなければ。私の器、私が支配するのだ。燃えた。よし、これでルビクを止められる。
スリー、レスリーどこにいるの？再びビクトリアの邸に足を運んだ。希望に満ちた面影はもうそこにはなかった。我々が研究を引き継いだと同時にメビウスは価値のあるもの全てを奪っていった。ただ残されたルベンのメモには彼が別の実験に関係していたことが示されていた。もう一つのステムのプロトタイプが検討されていたらしい。受容器を介して脳の働きを第三者に無線で伝達するとか、超心理学観点からしてもギリギリの理論だが、設計図と資料を見る限り理にかなっている。一体何を計画していたのだ。確実に知るためには方法は一つ。奴らの目が届かないところで実験を続けるしかない。知られてしまえば全てが水の泡だ。この研究も私から奪われてしまうに違いない。やるしかないわね。私だ。
前には止められない。やめて、お願いだから。大丈夫よ、もう安心して。多分安全じゃない。早くこっち。あいつが戻ってこないことを祈るわ。あなたのためにもね、レスリー。レスリーはお家帰れる？電車に乗ったらレスリー帰れる？いいえ、今日は帰れないわ。僕を守ってくれる？もちろん、それが任務よ。よかった、帰ったらきっとみんなびっくり。するな。分かってないのよ、彼が何になるか。彼が何者かを知っているから彼を必要としているのだ。あなたはルビクの目的を分かっていない。ルビクは死体だ。彼の目的はレスリーよ。我々もだ。我々よりも彼を恐れるか。冗談はやめて、大事な任務よ。でも彼にこの子は渡せない。レスリーだけが唯一の。